ジョフリーダ・ダグラス・マージは、オーストラリア出身のピアニスト。8歳からピアノを始め、アデレードのエルダー音楽院で学ぶ。1963年、ABC コンクールで、第1位を受賞後、と、すぐに現代音楽の挑戦的なピアニストとして、知られるようになり、マイケル・フィニスイの、ピアノ競争曲第3番、ジャズなどの初演を手掛けている。これらの曲目は、 ジェームズ・クラッパトンやフィリップ・トマスによって、かろうじて再演が可能になっただけであり、多くの作品が彼の先輩特許として知られている。彼を一躍有名にしたのは、ヤニス・クセナキスのシナファイのライブ演奏であろう。エルガー・ハワーズとの共演で有名だが、囲碁式者とオーケストラを変えて再演を重ねている。その他にも、オランダで多くのクセナキス演奏に関わっており、エオンタ、 アケアなどのアンサンブル作品でも脚光を浴びた。一時期はマッチアンサンブルを組織していたことがソラベアー社のカタログと本人の HP で確認されている。教師としてもルネーク・ハルトなどを育てている。審査員としてはポーランド現代音楽演奏コンクールの常連である。現代音楽の演奏で著名になった後、彼は矛先を未開のピアノ作品の演奏へ移し、 エルンスト・クルシェネク、レオポルド・ゴドフスキー、カイホスルー・シャプルジ・ソラブジ、ステファン・ボルペ、ニコス・スカルコッタス、ジョージ・フラインなどの作品を体系的に録音し、リリースしていった。極めつけに、フェルッチョブ・ゾーニの少年期から、少年期にかけての名曲群を6枚組でリリースした、ことで話題となった。この録音でしか手に入らない曲もまだある。 珍しい作品のみの演奏だけではなく、ベートーベンのディアベリ変奏曲のライブ演奏や、通常の室内楽演奏など、スタンダードな作品も手掛けている。ニコラス・スロニムスキーの辞典によると彼は、作曲活動も行っていたようだが、近年は二大ピアノのための変容を発表するなど、作曲活動を再開させているようである。現在もオランダに在住。ありがとうございます。